たまたま岡島です。今日はこちら、ででん、すみっこ暮らし青い月夜の魔法の子のホームページからダウンロードできるこちらのやつで、ね、何ができるかというとこちら帽子ができるということで、早速作っていこうかと思います。イエーイ。では作っていきましょう。まずはこちらを切っていこうかな。ハサミ登場。お、見てこれ可愛くない？これふい、ペンギン。ふい、これは2、1。まだどれ誰が誰かが分かってないけど、私、あ、これ5だ。ちっこい、かわいい。でトカゲが隣にいると。おー、でけえ猫ちゃん。うんうん、というメンバーのイラストが書いてありますね。では切っていきましょう。必要なものはね、ハサミとノリかな。チョキチョキしていきます。ハサミを使うからね、ちっちゃい子はね、大人の人と一緒にやりましょう。よいしょよいしょ。さあ綺麗に切っていきましょう。まあね、この辺ね、ぐちゃぐちゃってなっても糊を貼る場所なので、そんなに気にしなくても大丈夫。綺麗な方がいいのでね、綺麗にできる人は綺麗にやっていきましょう。よしよしよし。さあもうちょっとで終わりますよ。ほい。でさらにこっちを切っていく。でここは大事よ、ここは大事ここの部分は糊つける場所じゃないからね、ここは綺麗に切りましょう。よし。で次ここね、これ間違ってね、内側切らないように、こっちをこっち、こっちを切っていきます。うい、できた。こんな感じで切れます。これがね、こうなるんよ。で次はここ次はここを切っていきます。ちょんちょんちょんとここを切らないとうまくのりがつけれませんので、ちょこちょこって切りすぎないように気をつけてください。指も切らないように、ここちょっと切りそうになるのでね、ほんと気をつけてください。はい大変だねこれ一個一個。ういさあ丁寧に丁寧に、怪我せないように急がずにね、ゆっくり切っていきましょう。ほい。はい。でね、今切ってるところに糊をつけてペタってするのでね、ここは若干ずれても問題ないです。この線通りに切らなくても、まあ糊をつける場所なので大丈夫だけど、まあ綺麗に切った方がうまくできるよと。ちょっとずれちゃったとかね、そういった場合も気にせずにね、やっていきましょう。怪我さえしなければ大丈夫。失敗したらまたコピーすればいい。そう、これはね、公式のホームページからコピーできますので、リンクはね、動画の概要欄に貼っとくので、そこからね、行ってもいいかなと思います。で、これ無事切れました。こんな感じねで、これはね、谷折りって言って、こっち側に全部曲げるんですよね。こっち側もう点線があるんだけど、この点線のところから折る。先に折ってからでもよかったかもしれないけど、やりやすい方でね、いいと思います。よしよしよし。まあ、これが折れないから今切れ目入れたんかな。よしよし。はいはい。あ、ここ綺麗に折った方がいいわちょっと私雑っぽくなってるけど、ここはできれば綺麗に折った方がいいところです。よし、これで下準備1個目。もう1個あります。これです。ここを切っていきます。こことこの中だね。中ってどうやって切るんだろうねでは切っていきます。丸は難しいですね、切るの。みんな上手にできるかな。はい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 。さあこっちも切ってと。綺麗にするよ、綺麗にするよ、綺麗に綺麗に切っちゃうよ、綺麗に切りましょう。
よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。お、いい感じではないですか？よし、よし、よし。よし。とりあえず紙から切り離すことができました。で、次この中を切るんだけど、これね、半分に折って、ここからね、切っていきましょう。ちゃんと綺麗に半分に折れたらね、これ切るだけで綺麗に切れます。この半分だけね。はい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 。で、こうやってやってあげると、じゃじゃーん。よし、折り目はね、逆に折ったりとかしてなくしましょう。よし、できた。あとは糊をつけます。と、もう一個ね、ここにお星様があるんですよね。このお星様も取っておきましょう。これは帽子のつばのてっぺんに貼るやつです。よいしょ、よいしょ。お、星は難しいですね、切るの。はい、これもね、細かい作業なので怪我せないようにしていきましょう。いや、細かい。頑張れ、頑張れ、コジマッチ。よし、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 星切れた。あと1個。と、切りづらいので、この状態だと切りづらいので、こう、周りをね、雑でいいので、こうやって切りましょう。こんな感じにして、こうするとね、切りやすくなりますね。もっと早めにしとけばよかったですね。はい。よいしょ、よいしょ。はい、これでね、切れていきます。ここも火をつけましょう。よし、よし、よし。と、おお、細かい。頑張れ。よし。おお、まあね、苦手な人とかね、ちっちゃい子は大人の人にやってもらいましょう。ここは危ないのでね。よし、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 よし。はい、お星様切れました。これでパーツは切ったかな。帽子のパーツできた。あとは糊です。糊をつけます。まずこうして、ここをね、ここにこう貼る。こう貼ります、この予定ね。じゃあつけましょう。ここに糊があります。糊をしろって書いてあるのでね、糊します。ここがちょっと難しいかもしれないですね。こうして、お、外れる。よし、あとはね、つくまで待っときましょう。ここちょっと難しいですね。お、くっついた。よし、こんな感じね、今。で、その後ね、これをパーンってするので、こうなる予定。こうなる予定。ほら、帽子でしょ。なので、この周りを今からつけていきます。まあね、机にね、はみ出ると思うので、その下に何か紙とかね、置いとくといいかなと思います。まあ、紙にね、帽子がくっつかないようにしましょうね。よし、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 よし。はい、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 はい。こっち行って、はい、よし。多分ついた。よし。こうかな。で、ここペタペタでしていきます。うん、うん、うん。さあ、固まるまでね、待っときましょうか。お、こん
その辺がちょっとつきが悪いですね。糊がちゃんと ついてないときはね、こうつけていきましょう。つけ忘れかな。よし、ちょっと。で、あとは頭のてっぺんにね、これのお星様をつけましょう。こう、こう、こうするんだって。こう。ペタ。ぎゅうぎゅう。見えるかな、まあ、こんな感じね。で、こっちにも、お星様に糊をつけて、いきます。重なるように貼ります。よっしょ。あとは固まるのを待ちましょう。こんな感じです。ほら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 。で、これのコツで、ここの文字があるんですけども、この2人主役なのでね、今回のこの2人のところに文字を置くのはコツです。で、これね、さらにね、こちらがあります。杖の棒っていうことで、杖があるんですよね。杖作っていきましょう。はい、四角切れました。と、次お星様も切っときましょう。ここがありますのでね。はい、これ切れました。ではね、これをぐるぐる巻きにしていきます。巻きます。こうやってからね、ぐるぐる巻きましょう。よしよし。太さはね、お好みで細い方がいいなら細く、太い方がいいなら太く。私は太くしか仕切らんので太く。結構ね、細くするの難しいよ。できるかな。で、最後のところはのりつけときましょう。こうやってのりをつけてペタリ。よし、丸くない。ストローみたい。で、ここにお星様をくっつけます。くっつけましょう。糊をつけます。はっつけます。ピコ押します。さらにこっち側にも糊をつけます。そして、貼っつけます。できました。こんな感じの魔法が使えます。あ、ちょっとずれとる。いや、いや、ずれとる。あ、くっつけた。ちょっとずれちゃいました。あらまあ、ちょっと白い。みんなは上手にできるかな？はい。ではトカゲに持たせてみました。どうでしょうか、この帽子。さあ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 、ちゃんと持たせております。バッチリですね。いいね、かわいいじゃん。ちょっとこの辺がカタカタしてるのでね、みんなはこれより上手にできるといいね。他のすみこたちにもね、綺麗につけれると思います。これ結構でかいやつだからね、福袋で入ってたやつ。動画の概要欄に貼っとこう、その時のトカゲちゃんのやつ。では今回はここまで。ぜひみんなも作ってみてね。では、ならねー。